こんにちは、篠波剛です。今回の大震災で被災された方々に心からお見舞い申し上げます。自分の友人もですね、岩手県の方で被災しまして、なんで心、言葉をかけていいのか、自分には何ができるのかというのを日々自問自答しています。やっぱり自分にはですね、お芝居だったり、バラエティだったりとか、そういうところでしか、皆さんに笑顔にさせることができないと思うんですけども、そういうところを通して、そういうところを通じて皆さんに、少しでもパワーを送れたらなと思っています。一緒に頑張っていきましょう。篠波剛でした。